松本人志の報道で、実名登場元タレント、誹謗中傷に法的措置発表、弁護士と協議の上で。元タレントの大塚里香さんが26日、SNS を通じ、お笑いコンビ、ダウンタウンの松本人志、60、をめぐる報道を受けた、誹謗中傷に対し、法的措置を講じてまいりますと発表した。松本は自身が飲み会で性的行為などを強要したとする疑惑を報じた週刊文春の発行元文藝春秋などを相手取り名誉毀損に基づく損害賠償のほか記事の訂正を求めて東京地裁に提訴した。25日発売の週刊文春では続報が報じられ大塚さんは実名で18年前の性被害を告発した。この反響について、大塚さんは、週刊、文春の告発に対して、温かい応援のお声をいただきありがとうございます、と大きな反響があったと明かした上で、しかし、悪質な誹謗中傷も見受けられますと心ない声も届いていると説明。それに対しては弁護士と協議の上、刑事民事を含めた法的措置を講じてまいりますとした。松本は22日に週刊文春の発行元文藝春秋などを相手取り名誉毀損に基づく損害賠償などを求めて東京地裁に提訴。松本個人による提訴となり請求額は約5億5000万円。松本の代理人は記事に掲載されているような性的行為やそれらを強要した事実はなく、およそ性加害に該当するような事実はないということを明確に主張し立証してまいりたいと考えております、とコメントを発表した。この発表を受け、週刊文春編集部も同日にコメントを発表。一連の記事には十分に自信を持っています。現在も新たな告発者の方々のお話を伺い、慎重に裏付け取材をしております。提訴によって萎縮することなく、今後も報じるべき事柄があれば、これまで通り報じてまいりますと、全面的に争う姿勢を見せた。